レスリング柴田三条。はいどうも柴田です。文春オンラインでね、 YouTuber の会食、大規模会食が突っ張抜かれて大炎上してますね。参加メンバーがすごくて、水たまりボンド、アヤナン、コムドット、とかのね、大人気 YouTuber、総勢31名が緊急事態宣言の最中に、自粛破りの大パーティー、深夜3時までデンデイスイカラオケということで、写真付きで、その大物 YouTuber、 もうほとんどが登録者50万人を超えた大物 YouTuber たちが、その夜の東京でね、飲んで大騒ぎして遊びまくってたっていうのが写真付きでアップされてます。メンバーがですね、シバナン、水溜り、アバンティーズ、関根リサ、古川優香、ヘラヘラ三重士、フクレナ、マータソ、ほのか、中町兄弟、コムドット、ヘキトラ、よさこいバンキッシュ、エビスジャップ、レイクレ、JJ コンビ、オンバン、S ワールドライブ、ボンボン TV ということでですね、もう総勢っていう感じだよね。で、これがなんかね、なんかこう聞くところによるとというか、文春の記事によると、どうやらアヤナンの28歳のアヤナンっていうのは、東海オンエアの芝生を旦那さんに持つ、あの夫婦チャンネルのね、芝ナンチャンネルのお嫁さんの方、アヤナンちゃんの28歳の誕生日パーティーで、この会が行われたということらしいですよ。いやどうなんですかね。俺がね、この件についてね、まず見て思ったのがね、やっぱこう去年のね、第1回目の緊急事態宣言と、今の緊急事態宣言ってちょっと性質が違くて、なんかとはいえもうみんな自粛というものに慣れちゃったし、疲れちゃったし、である程度の情報とかも出回ってきて、いけるっしょみたいな、大丈夫っしょとかいう感じで、緩くなってるね、若い子たちは。もう本当に東京のね、夜の東京歩いたら普通にコンビニの前でたむろしてね、普通に店が開いてないからって、そこら辺のベンチに座って若者たちが飲んでたりとか、あと新宿なんかは結構なお店が開いてて、で開いてるお店に結構若者が集結したりしててですね、やっぱ若者はだいぶ緩くなったなって感じましたね、感じていてですね。でやっぱ YouTuber もそうだよねっていう、基本みんな若い子だからさ、やっぱ意識はだいぶちょっと緩んでいて、会食とかはするわな、しちゃうよねっていう。でね、やっぱ俺がでも思うのは、これを見てね、でも俺はね、擁護するつもりもないんだよね、こいつらのことを擁護するつもりもないんだけど、ただ思うのは、そのマスコミだとか、これを見た若者、大人たちが、何歳から何歳とも言わないけども、この文春の記事とかね、を見てですね、とてもけしからんと、それはさすがにねえだろって、怒る人が大多数だと思うんだな。この記事を読んで、YouTuber ってしょうもないよねっていう、ダメだよね YouTuber って、で怒る人たちが大多数だとは思うんだが、ただね、キリストの、イエスキリストの、石を投げなさいの話が、あるじゃないのさ。要は、こう、罪を犯した者がいてね、そこにね。でも、貼り付けにされてるんだわ。で、みんなで、こいつは罪を犯したんだって言ってさ、みんなで寄ったかってこういう輪になってさ、る時にさ、イエス・キリストがさ、この中で罪を犯したことがない者だけが、彼女にね、石を投げなさいと。言ったら誰も石を投げることができなかったっていう、ね、
イエス・キリストの有名なエピソードがあるんですけども、じゃあ、まあ、この記事を見てですよ、まあその、まあ、YouTuber 許せないと、アヤナン許せない、コムドット許せない、水溜りボンド許せないと、まあ、みんな怒ってると思うけど、じゃあ怒ってる皆様は、緊急事態宣言が出てから、もう1年2年ぐらい経ちますか、去年だからまあ丸々1年以上は経つんだけども、経ちますけれども、一回も、要はご友人と会食、一緒にご飯を食べたりは行ってませんかと、まあ友人が友人とね、2人でもいいし3人でもいいし、まあそれは5人かもしれないけども、もう未だにね、お外でのご飯はもう一切、複数人での食事はもう一切せず、未だに、その大人数での会食はやらないっていうのをもうずっとずっと守ってる人いますか。まあ中にはもともと友達がいなくて、もともと誰かとご飯を食べる機会がない人っていうのはまあいるでしょうよ。そうじゃなくて普通に、これまではね、コロナが流行る前までは普通に時々友達とね会食をしたりだとかっていう普通の、まあ、生活をしている人たちの中で、いまだにねもう一切そういうことはもうしてないと、コロナが流行ってからもう一切その、友達と居酒屋に行ったことないってやついますかと。うん、って言った時に、まあ彼らはね、 YouTuber の彼らですよ、31人の YouTuber は、まあ、さ、やっぱり意識は低い、明らかに意識は低い、とはいえ31人はないだろうとかね、とはいえ、っていうのはあるよ。その有名人なんだからさ、めちゃめちゃ有名人だし、人より、一般人より気をつけなきゃいけないし、でなんだ、そのじゃあウームのヒカキンは東京都から仕事もらってね、コロナを広めちゃダメですよ、そう、あの、ね、ソーシャルディスタンスはなんだかんだって言って、ウームの連中がさみんなで CM 作ったりしてる中で、いやそれはさすがに意識低すぎじゃないっていうのはあるよ、あるけれども、でもやっぱり彼らに石を投げることができる人間は今2021年6月この日本において、いやー、いないんじゃねえのっていう、彼らに対してね、いやー、そのなんか胸を張って堂々と彼らのことを批判できる人ってもう少ないよねっていうっていうふうに思った。やっぱ俺もまあ、とはとはいえと俺言い過ぎな、口癖だな、あのあれなんですよ、やっぱ出張が多いんですよ、仕事柄ね、出張が多いから、まあ、極力ねこのビジネスホテルに泊まってもね、ご飯はねウーバーイーツかコンビニ弁当かで済ましてるんだけども、でも全部が全部じゃない、やっぱどうしても、例えばそのコロナがね全くほとんど出てないようなエリアもあるわけで、でコロナがほとんど出てないエリアのそのクライアントのね、まあ仕事先のお仕事を僕にくれたね社長さんとかとはね、やっぱご飯一緒に食べたりするしさ、お酒も飲んだりするしさ、っていう中はであるんですよ僕も。だから全部が全部そのきっちり、まあ、気をつけてはいる、やっぱでも気をつけてはいるんだけど、でも全部が全部ギチギチにっていう風にはやれてないんだよね。だから俺もその彼らこの31名のね YouTuber のことはね、いやさすがに意識低すぎるでしょとは思うけれども、ただ俺も批判できないんだ、だって俺も別に会食はしてるんだもんっていう感じでですね、まあ難しいなと思った。うん、まあ有名人なんだからもっともっとね、こう気をつけろという意見もまあまあごもっともでそうだとも思うんだけども、いやもう事態の収拾はもうさすがにあれだよ、長くなりすぎたからさ、このコロナの期間がさ、だからなんかもうやっぱ限界は来てると思うんだよね、我々
国民のね限界、我慢の限界は来てるんだ、もう完全に飽和しちゃってるのさ、っていう中でやっぱ本当にこう収束させるためには、一番早く収束させるためには、いやそのね今ワクチンのさ問題がこう出てきてるけどもさ、要はそのワクチンがあるのに打てないとかさ、打つ人がいないとかさ、それはなんか利権で、要はその注射をね、外国だったらさ、アメリカだったらその注射なんか1日、要は研修受ければさ筋肉注射だから別に素人だって打てるし、ドラッグストアで普通にワクチンが打てるみたいな。だけど日本はさ、その注射打つにしても利権があるからさ、おいそれと簡単に何でもない人が注射を打つことができない。だから注射を打つ人があんまりいないから、だからワクチンを打つの1日打てる数が限られちゃうとかさ、なんかそういうなんか、日本ってさ、ほら効率を追い求めてなくて、その利権で動いてるからさ、だからやっぱこうワクチンが行き届くのが遅いみたいなのがあるわけじゃんよ。だそうじゃなくて、やっぱこうより早くワクチンをこう国民に行き渡らせるっていう、そっちの動きの方が日本にとってのコロナの収束っていうのは実は大事でさ、もう国民に何かを求めるっていうのはちょっとその限界がもう来てるよなっていう、もう無理だよ、もう我慢無理だよっていうところまで来ちゃってるよね、というふうにも僕は思ったんだよね。っていう感じでですね、まあこれについては、この31名の YouTuber については悪いは悪いんだけど、ちょっとまあね、こうなってしまうのも分からないでもないなっていうのが、まあ僕の本当にリアルな感想ですね。本当は柴田っていうキャラクターはこいつらのことをクソみそに叩いてボロクソに悪口言った方が柴田っていうキャラクターなんだけど、ただそれが本音なんだからしょうがないよね。ただこれだけはちょっと言いたい。あやなんね、これパーティーの主催というか祝われる側なんで、このパーティーの主役なわけじゃないですか、あやなんちゃんね。これね、これあやなんちゃんにだけバシッと言って、ちょっとどうしても言いたいんだけど、こいつさ0歳の子供いるっしょね。まあ僕も皆さん知ってる通り子供いますよね。子供いるからこそ、うちの嫁ちゃんはね、0歳児の、うちの娘が0歳児だった頃、もっともっと意識高かったし、もっと厳しかったし、それこそ俺が出張で東京に行くって言って帰ってくるってなったら、もう普通にワンルームマンションをね、こう借りさせられてさ、ね、ウィークリーマンションか、ウィークリーマンション借りさせられて、でそこで要はその発熱しないか毎日検温してみたいな。で合わせてくれなかったからね、うちの娘とね。でもそれ必要だと思うし、俺もそれは必要だからやるわって言ってやったんだけど、でもあやなんはね、まだ0歳になる子供がいるのにさ、その自ら主役のその会にね行くわけでしょ。いやそれ、その芝優とさ、今別居しててさ、で芝優が上の子を見てるんだっけ、で綾南が下の0歳児を見てるんだっけ、まあ、そういうなんかよく分かんないなんか別居生活みたいなのもやってるのも含めて、綾南はちょっとその親としての自覚というか意識があまりにもちょっと低いよなとは思った。うん、でそれはもう 若いからまあしょうがないよね、緩くなっちゃうよねっていうのとはまたちょっとそれは別のベクトルの話で、あやなんちょっとやばいよねっていうのは思ったね。あの子はないなっていうふうにはそれは普通に感じました。はい、っていう感じですかね。まあ皆さんもちょっとリアルな、いや俺はでもこう思うぜとか、でもそれでもやっぱりあのね有名なね31人の YouTuber はそれでもないよっていういろんな意見、この件についてあると思うんで、ぜひちょっとこの動画のコメント欄に書いてください。皆さんの意見も聞かせてください。はい、な感じですかね。はい、柴田が例の緊急事態宣言の最中会食、カラオケパーティーした31人の YouTuber に対して思うことを、まあ、リアルにお話しました。柴田でした。バイバイ。
友達も明日を切らずにいられない。彼に弱み